移住者を出迎える逸泊シャミル・ソロモン作戦は、1991年5月に、イスラエル空軍などの協力によって行われた、ベタイスラエルをイスラエルへ短時間で大量輸送して、脱出させる作戦。移住によって管理する者がいなくなったため、廃墟となったシナゴーグエチオピアからのアリーヤー。背後の航空機は、イスラエル空軍の C-130。130 イスラエルに降り立った移住者たち当時のイスラエル首相はイツハク・シャミルだった。その頃、エチオピアは政局が混乱していた。エチオピア国内では、ティグレ人民解放戦線やエチオピア人民、革命民主戦線などの民族主義者が武装して内戦を起こしており、少数派であるユダヤ教徒は迫害される恐れが日に日に強まっていた。この状況に、 世界のユダヤ人団体は懸念を示していた。そしてユダヤ人の個地を辞任するイスラエルは彼らを救出すべきとの世論が出た。一方で基本的にヨーロッパ出身者が主流を占めるイスラエルとエチオピアで長年暮らしていた黒人のベタイスラエルは文化的に乖離しすぎているとしてこの移住に反対するイスラエル人も多かった。反対者の中には エチオピア人の精神は幼稚であるとの差別的発言も目立った。これらの論争を経て作戦は決定された。また国内にユダヤ人を多く抱えるアメリカもイスラエルに協力を申し出た。こうしてかねてから計画していた黒人ユダヤ教徒の移民を早急に実現に踏み切ることとなった。イスラエル、アメリカ、そしてメンギ室に代わって エチオピアの大統領代理となっていたテスフェイ・ゲブレ、機団の間で交渉が持たれた。テスフェイはイスラエルがユダヤ教徒を移住させる案を許可し、イスラエル軍が国内の空港を使うことに同意した。こうして、作戦が始まった。なお、イスラエルが得たのは空港の使用許可のみであったので、多くのベタイスラエルは混乱の最中にある国を、 空港まで踏破するという過酷な道行きを強いられた。旅の途中では、窃盗にあったり、殺されたりした者も,も多かった。航空機の空間は限られていたため、座席などは取り外され、より多くの者のが乗れるように改造された。また、作戦の終了後も、断続的にイスラエルに移住するエチオピア人ユダヤ教徒がおり、1990年から1999年の間に、 3万9000人以上がイスラエルに入国したという。2015年時点でイスラエルには約13万5000人のエチオピア系市民がいる。作戦は成功したが、在来のイスラエル人と移住したベタイスラエルの間では時に緊張が起こるようになった。2006年の推定ではエチオピアからの移住者の8割が困窮しているという記録がある。 この原因として、エチオピアからの移民の大半は、文字が読めないなど、適切な教育を受けておらず、そのため仕事にありつけなかったとされる。また、彼らは、イスラエルの公用語である、ヘブライ語やアラビア語も喋れなかった。この状況は、移民たちの子女が成長し、教育を受けた者が、社会に出てくるにつれて、徐々に改善され、2016年では、 失業率は男性で20%、女性で26%とされる。しかし、この数値もイスラエルの平均よりもはるかに高いものである。イスラエル人の中にある差別意識は依然として大きいとされている。エチオピアからの移住者は日常的に差別や暴力を受けている。エチオピア系兵士が警察官二人から暴行される。 様子が撮影されたビデオが公開されたことをきっかけに2015年5月3日大規模なデモが発生した。ありがとうございます。